来たぞ。ホームズの鋭い声が濃い霧の壁の向こうから聞こえてきた。私は霧のまとわりつく拳銃の撃鉄を起こして息を潜めて待った。永遠とも思える静寂、そしてその瞬間は突然訪れた。霧の中から見たこともない巨大な獣が私の目の前に躍り出たのだ。それは確かに犬だった。しかし明らかに尋常ではなかった。目は高校と燃え上がり、猛牛ほどもある体躯に獰猛な青白い炎をまとっている。血を這うような息遣いとうなり声、私はあまりの恐怖に震え上がった。見たまえワトソン、ホームズは魔獣を見据えて言い放った。こいつこそバスカビル家に代々語り継がれる伝説の魔剣なのだ。僕たちが大デートロンドンを訪れて、はや2ヶ月の月日が流れた。まあ、結構経ちましたね。この街に到着した日に、いきなり不思議な裁判に巻き込まれて。続く夏目漱石さんの事件で、僕たちは奇跡の無罪判決を勝ち取った。でも、弁護士としては法廷に立つ機会はそこでぱったり途絶えてしまった。そうなんだ。まあ無理もない、何しろ僕は。素人同然の聞いたこともない外国から来た留学生なのだから。そんなわけで僕たちの事務所は平穏な日々が続いていた。あの運命の朝、一通の電報によってその静寂が破られるまでは。4月15日午前9時13分なるほど、法律相談所。何やら叩く音。その朝、僕は電報配達人が扉を叩く、無遠慮な音で叩き起こされた。それからだ。千里さんの様子が明らかにおかしくなったのは。千里さん。はい。それではそろそろ大法廷に参りましょうか。なんかやる気満々ですね。本日の審理はどのような事件でしたか？何か電報が届いて、それを千里さんが見て、なんかちょっと変な感じだったの？なんか千里さんがなんか、やたらね、今のところ弁護の予定は特になかったと思いますけど。あ、そうでした。特になかったのでした。今朝はアイリスちゃんがご飯を用意してくれているそうですよ。そろそろホームズさんの部屋に戻りましょう、下りましょうか。あ、降りましょうか。はい。アイリス様の朝食は、それは美味しゅうございますから。そうですね。ご飯をいただきましたら、大法廷に参りましょうね。本日の審理はどのような事件でしたか？いやいや、だから何もないですよね。やれやれ。どうしました？なんか電報でなんか聞いたんですかね。それで何だったんですか？今朝スタートさんに届いたあの電報は。え、電報？一体何のことでございましょう。絶対なんか重大なことが書かれたのかな、これな。なんだろう。大法廷に行きたくなるような、なんか、そういう内容が書かれてたのかな。さすがにそれは無理があるでしょう、佐藤さん。私たちの仲じゃないですか。わかりますよ、さすがに。そうでございますよね。無理がございますよね。お気になさらずに、つなばらい。つまらないものですからと。ほほん。つまらない電報でございましたから。なんだろうな、千里さんの親から、あ、てか、御言葉教授から、
あの頑張っておるかみたいな感じの、なんかそういうあれかな、それでやる気が湧いたのかな、頑張んなきゃいけない、私もね、あの慣れない土地に来て、そんな中でもこういう風に親が送ってくれるんだから頑張んなきゃいけないみたいな、そういう気持ちになったのかな。3回失敗したかまたいずれそのうちお話しいたしますね。ええ、わかりました。マスタードさんの個人的な事情か。漱石のこと。漱石さん、もう日本に着いたでしょうか。ああ、今頃はもう執筆してんじゃないのか。そうでございますね。あの一連の事件の方がついてすぐにロンドンを出発されましたから、ちょうど今頃到着された頃かと存じます。1週間前、船酔いのひどさを呪う長い長い電報が届きましたからわざわざ伝えんでもいいって感じするけど、とりあえず船の旅は概ね順調みたいですね。どうかされましたか。なるほど様。でもなんか寂しいね、漱石さんいないっていうのも。もし漱石さんが今もロンドンに残っていたらどうなっていたのだろう。バロックバンジークス教、死神でございますか。あー、本当に殺されたんでしょうかね。まあ、殺されたって言い方は良くないな。まあ、死んだのかな、ここに残ってたら、漱石さんも。もしかしたら船酔いどころでは住んでいなかったかもしれない。そうですね、まあ今のところ死んでないんですよね、漱石さんは。これで向こうに行ったのにもかかわらず死んでたとしたら、根が深いですよね。死神の法廷で助かった被告人はいないか。ロンドンに到着した日に立った法廷のあの悪夢のような結末。そうだね、2ヶ月経ってもあの火事の真相は不明だそうでございます。でも日本に帰国した漱石さんが無事だということは、死神の影響力はこの程度だけに限られている、そう考えられます。なんというか、それはそれで余計に恐ろしい気もしますね。この大帝都ロンドンがそんな闇に包まれてるってことだからね。まあホームズさんもちょっと言ってたけど、死神自身が正義の刃を自らの手で振りかざしている。でもさ、なんとなくそういう感じの人じゃないですよね、バンジークスさんは。むしろあの人にまとわりついてる何か、そういう闇がまとわりついてるのかな。そういえば死神はあれからどうしてるんでしょうね。まさかまた新たな被告人が。いえ、それが死神はあれから一度も法廷に立っていないようでございます。何なんですかね、なるほどさんが立つ時に限ってあの人が立ってきて。やっぱりなるほどさんマークされてんのかな。2ヶ月前の漱石様の法廷を最後に再び法廷を去ったようです。そうなんですか。数年の空白の後、法廷に舞い戻った死神、その全ての審理に僕が弁護士として立っている。なんて運が悪いんだ。運なのかな、偶然なのか必然なのか、それは果たして本当に運なのでしょうか。何か言いましたか。ああ、いえ、何でもございません。佐藤さんはなんか感づいてんのかな。実は仕組まれたことなのやもしれないと。では、ちょっとここ調べたいな。この事務所。そろそろ春が来て、ようやく暖かくなってきたけど、こうして、鉄瓶から立ち上る湯気の香りが気に入っている。あ、なるほど様、よろしければお茶はいかがですか。あ、ありがとうございます。今は大丈夫です。時折、里さんの立ててくれる、お抹茶に、アイリスちゃんのハーブティー。お茶好きにとってまさにここは天国だな。そうだね、いろんなのが楽しめる。お抹茶はケーキともとてもよく合いますよね。
なんかいい感じの空間ですよね。この場所を訪れて2ヶ月、机の上も随分散らかってきた。いい加減片付けてくださいませ。なるほど、昔のなるほどさんのね、先祖なるほど龍之介さんも片付けは苦手と。佐藤さん、僕はこう思うのです。勉強のために散らかすのは一歩前に出ること、片付けるのは後ろへ退くことであると。長い人生、一時退くことも重要と存じます。うちでは勝てない、弁護士だけど。そうだね、多分ね、スタートさんの方が優秀なんだわ。もう見て明らかなんですけど、それは。日本から持ってきたダルマさん、片方の目はまだ白いままだ。英国の法廷で無罪を勝ち取ったら目を入れようと思っていたのだけど。もういただいたではありませんか、それも二度も。なんかどっちもなんかね、確かに。でも弁護士としては僕はまだまだですから。僕が一人前になったと思ったら佐渡さんが目を入れてください。まあ、なんかこれフラグなんじゃないの、これすげえいい場面で入れてくれんじゃないのか、佐渡さん。ええ、わかりました。まあ、こんなもんでしょうか。この部屋を借りた時から置いてあるスコープで。それはスコープではございません。ショベルでございます。どっちでもいいんですけど。大きい方がスコープ。園芸用の小さいのがショベル。大きい方がショベル。園芸用の小さいのがスコープ。この争いはしばらく決着がつきそうもありません。あの勢いだとスタート投げされそうだったから。危ない危ない。佐藤さんが日本から持ってきて、持ってきた茶道具が整然と並んでいる。苦いのが苦手なのでちょっぴり砂糖とミルクを入れているのは秘密だ。お茶は心を休めて美味しくいただくのが一番。ミルク入れてんの。無理をして苦いお顔で飲まなくてもよろしいこと。バレてるね。バレてました。ってことで、じゃあ何、じゃあホームズさんとか行きましょうか。当日某四国ホームズの部屋。おはよう、なるほどくん、スタートちゃん。ちょっと待って。ちょっとなんか下手くそ下手くそなバイオリン聞こえるんですけど、ちょっと公害だわこれ。やめてもらっていいですかね。おはようございます、アイリス様。アイリスちゃん、ん、どうかした、なるほどくん。何事かな、このうめくようなきしむような雑音は。ああ気がついちゃった。下手くそすぎんだろ。ホームズくんって今日ちょっと今朝は調子が悪いみたいなの。本当はうまいの？いやー、あ、本当に調子悪いんだ。おはようございます。どうしました？どうもホームズさん、なんかご気分が優れないようで、死にたくなるようないい朝じゃないか、諸君。ホームズさんのこんなの初めて見たぞ。ホームズさん、何かあったのですか？そんな顔をしてあんなバイオリンを弾いて。ふっ。僕の腕が死んで、音楽が死んで、そしてこの世は色を失った。詩人かよ。灰色の世界。それだけのことだよ、諸君。大したことじゃないさ。これ重症だな。さっぱりわかりませんね。さあ、アイリス、ご飯にしようじゃないか。僕に砂のようなトーストと泥のようなコーヒーを頼むよ。
あ、猫。ああ、我が輩じゃないか。あ、もしかして、漱石さん家にいた猫か。おはようございます、我が輩様。我が輩って名前なの？いやあ。我が輩の、ちょっと待って、ま、いいや、深く考えるのよそ。あれなんだろう。こんなところにこんな小さな扉あったかしら。作ったんでしょうね。それじゃあみんなでご飯をいただく。アイリス様、お手伝いいたしますね。ああ、まさに、死ぬには申し分のない朝だね。いや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 、なんでこんなダークなの、ホームズさん、今日は。そういえば。お、なんだっけ、あれないね、なんだっけ、なんでも、なんでもこう、解読するやつ。なんかありましたよね。なんか意味ないっつって結局使ってなかったみたいだけど。何かが足りないような。あれがないからこんな元気ないの？ひょっとして。ちょっと、死にたくなる理由。なんでか今朝は随分死にたがってるみたいですけど。何があったのですか？かつて、この僕がバイオリンを手に取れば、花は輝きをまとい、小鳥たちはさえずり、高らかに歌ったものさ。バイオリンですか。もう今はなんか死者が、死者が悲鳴を上げて蘇りそうな、そんななんか悲鳴のような音でしたね。でもどうやら僕は音楽の女神に見捨てられたようだ。どういうことでございますか。それこそ何時間何日、夜を徹して弾き続けても、いつものあの音色が出せなくなっちまったのですよ。限りなく澄んで、伸びやかな高音、むせびなき、すすりなく、あのソロが。そういえば最近すっかりサボって弾いてなかったもんね。あ、純粋に技術不足ってことでいいんですか。まあまあ、そのうち、また調子のいい日もあると思いますよ。まあやっていかないとなんかね、忘れるっていうよね。なんか3日サボると、もうなんかやり方忘れるって言うじゃん。なんかそういう楽器系はさ。いいかい、ミスター、なるほど。芸術の女神は気まぐれならさ。ある日、人に天才を与え、ある日、それを無慈悲に奪い去るのだ。はぁはぁ。もうダメみたいだな、この人は。まあでも、こういう人だからさ、多分、ふとした調子に、また戻ったりするでしょ、調子が。ああ、なんということだ。僕からバイオリンの才能を奪ったら、一体何が残るというのだ。悲しいからそれは、言わんでください。この人、確か推理力が売りなのではなかったかしら。まあ今はね、絶望を感じてるからもう、何言ったところで。そういえば、ホームズ様のお机でございますが、なんかないですよね。綺麗になっていいことなんですけど、コロナしか随分スッキリされたのですね。ああ、さすがミススタトだ。よく気がつきましたね。いや、そんな、ホームズ様にはとても叶いませんとも。気がつかない方がどうかしてると思うけど。あんなでけえやつだったからな。あ、それだ。万能解析機。あの万能解析機なら、今、ハッチの店にあるの。ハッチの店。それは、うちの行きつけの、質屋さん。質屋のハッチ？質屋のハッチってさ、なんか冷却にも出てなかったっけ？まあ、ただ名前が似てるだけか。あ、売ったってことね、質屋に。あの大げさな装置、質に入れちゃったんですか？まあ、確かにいらなそうでしたけど。ああ、結構な値がつくからね、生意気なことに。でも大事な装置なのではありませんか？そんなに困っているのでしたら一言相談していただければ、あ、お金のことで、里のお小遣いから、ささやかながら差し上げましたのに。いえいえ、別に、手放すつもりはありませんよ。でも、質屋など、一大事でございます。
一旦預けただけってこと？このロンドンではごく普通のことなのですがね。そうなのですか？ただごとには聞こえないんですけど。どうやら君たちは、質屋の正しい使い方を知らないようだね。あ、なんか物を売って、でそれでお金もらうみたいな、そういうシステムじゃなかったでしたっけ？質屋の正しい使い方？もう使ったことないから、もうぶっちゃけわかんないんだけどさ。どういうことですか？質屋の正しい使い方というのは。ロンドンの下町の市民にとって、質屋は銀行みたいなものなのだよ。銀行？銀行でございますか？ただお金を預けてるだけみたいな。月曜日、商人たちは一番上等な上着と装飾品を馴染みの質屋で金に換える。その金を元手にして、それから一週間、せいぜい商売をするのです。はあ。そして土曜日、儲けたお金で質屋さんから返してもらうってわけ。とりあえず一旦預けてお金もらって、それでいろいろやって商売して、で、儲けたお金を使ってまたそれを買い戻すと。いうことですか。そうなのですか。勉強になりますとも。みんなやってることだよ。特に下町の人たちはね。そしてお金に余裕があるときには上等な服を買っておくわけだ。もちろん着るためじゃない。いざというとき、質に入れるためにね。なるほど。ああ、そういうものなのですね。だからうちも邪魔なものはハッチの店に預けてたりするの。いろいろごちゃごちゃしてっからな。絶対安心な。貸金庫みたいなものだからね、質屋は。同じ質屋でもいろいろな文化があるものだな。なるほどね。ああ、でも、ホームズ君。たまにそんなものまでっていうのを質に入れちゃうからな。ちょっと困りもんだけどね、ホームズ君。まあ、何にせよ、灰色の世界なのだよ、翔くん。あ、そうですか。へぇ。調べ、ん？あ、我が輩。どうやら元気みたいだね、宗杉さんの猫。我が輩は猫である。の、我が輩。そうなの、すっかり懐いたんだよ、我が輩。ああ、きっともう飼い主のことは綺麗に忘れちまったんじゃないかな。にゃんこも芸術の女神も、所詮、白状な連中だからね。でも一緒に連れて帰らないのなら、最初から飼わなきゃいいと思うの。ああ、なんかすごい。すごい正論を述べたね。アイリさん、急に。それは仕方ないね。まあ、確かになんかね、なんかさ、気軽にペット、なんかペットブームだからさ、ペット飼ったりとかしてるけどさ、なんかこう旅行にいるとき、行くときには、家に置いてて、ずっと、ね、家に餌も与えずにずっと、家に入れっぱなしみたいな、それで死んじゃったりとかさ、よく聞くじゃないですか。なんかちょっとおざなりなところありますよね。ペット飼う人たちって。まあ、全員がそうとは言わないですけど。あ、俺も飼ってる。なんかすごい自分をそれに含んでなかったけど。俺はね、猫大事にしてますから。蒸気船に、動物を連れてくるのは、固く禁じられてるから。あ、そうだったね。そういえばそうでしたね。あそこは得意。はい、規則を守らないと、大変なことが起こりますので。ふーん、まあ、可愛いからいいんだけどね。なんかさ、アイリスさんさ、まあその、なんか、親とかわかんないじゃないですか、よく。いや、なんかそういう風に、なんかちょっと敏感になるかもしんないね。なんか、あ、そうやって放っていくんだね、みたいな。
ペットをそうやって置いていっちゃうんだねみたいな、そういうさ、そういうところに敏感なのかもしれないですね。あ、そうだ、そういえばそこの扉なんだけど、いつの間にかさらに小さな扉ができてるけど、あれは、まあ、猫の通り口。お、気づいちゃった。さすがなるほどくんだね。ほら、これ見て。私の発明品なんだよ。なんか、銃口みたいなのが、銃口というか、なんだあれ。持ち手がついてるけどね、なんか。それは名付けて、猫扉製造機。猫用の扉でございますか。うん、部屋の扉に猫くんの入り口を一瞬で作っちゃうの。どんなに硬い扉も一瞬でくり抜いちゃうハイパワーが自慢かな。あ、なるほど、扉作る専用の機械か。そんな機械を作る前に普通に扉を作る方が早い気もするけど、でもこれがあればどこにでも我が輩が出てくるんだよ。バスーンって割る、どんな壁でも やれるのかな、あれ。わ、素敵です。後で私どもの部屋にも作っていただきましょうよ。まったく次から次へと妙な機械を作るな。そういうのもさ、後々質屋に入れていくのかな。ん、猫、あ、我が輩か、この声は。わ、我が輩？やめてくれ。ひどい音したな、今な。なんだ、今のは。キャー、我が輩が、バイオリンに絡まってる。やばいやばい。どうやらおもちゃと間違えてじゃれてしまったようでございます。どんな状況だ。いや、でも猫ならやりかねねえよな。なんかさ、一回こう、爪を研ごうとして、で、そのバイオリンの弦に引っかかってガガガガってやりそうだよね、なんかね。猫なら。まあ、ホームズ様の大切なバイオリンなのに。なーに。もうどうでもいいことさ、諸君。え？本当にいいんですか？バイオリンで結構な金額しませんか？もしかしたら、今ならば。僕なんかより、そのニャンコの方がマシに弾くかもしれないからね。ダメだこりゃ。すっかり拗ねてますね、ホームズ様。とりあえずバイオリン、いつものところに置いておくからね。ホームズさんのバイオリンか。あ、見てみる、見てみます。あ、これですよね。これがそのバイオリンですか。あ、別に見たところストラディバリウスめちゃくちゃ高いんじゃないですか。じゃあこれストラディバリウスなんてやばいんじゃないの。超高級って噂のあの最高の名工の手による芸術品さ。そうなんですか。そんな凄そうには見えないな。それが猫にじゃれて猫にじゃれる道具にされたってことだね。町外れの質屋の、店先で埃をかぶっているのを見つけてね。価値を知らないのをいいことに55シリングで買い叩いてやったよ。おー、すごいいい買い物なんじゃない。ひどいな。以来僕はこの相棒と共に素晴らしい音楽を奏でてきたというのに、音楽のない灰色の世界など生きるに値するか。いや、しない。そう、決して。ホームズ様、何でしょうか。今ちょうど死のうかしらと考えていたところです。そのバイオリンなのですが、明らかにいつもと違うように見えるのでございますが、ん？どういうことですか、佐藤さん。なんか急になんか切迫した雰囲気になってきましたね。穏やかな朝から。あ、本当なの？泥棒が入ったってこと？なんていうか、いつもと木の色が全然違うじゃない。はぁ、偽物か。それに以前はこんなところに穴など開いておりませんでした。
あれ、そもそもこれ、大きさが違うじゃないですか。全然違うじゃないですか、じゃあ。なんだって。ってことは、だからあんな悲惨な弾き方になってたということか。ホームズ様、残念でございますが、これはバイオリンではございません。え？そもそもバイオリンでもないの？なんだって。どうやら、ビオラという別の楽器のようでございます。なんだ。それをバイオリンのようにして弾いてたってこと？キャホーズ様大丈夫でございますか？ほんとだ。よく見たらこいつ、僕の相棒、ストラディバリウスじゃないぞ。このポンコツめ。お前一体なんだ？ってことは何？それ盗まれたってことなのか？まあ、高価なものなんすからね。それを泥棒が盗んでいくのはまあ、あり得る話という感じですけども、それと引き換えにビオラを置いていくという。なるほどね。そういうことか。何？アイリスちゃん。これは、単純な取り違えってやつだね。なるほど。なんか読めたぞ。さっきの質屋の話と一緒に考えると、それ含めて考えますと、おそらくストラディバリウスを預けてたんでしょうね。で、お金ができたから、ストラディバリウスをまた取り返しに行って、で、帰ってきたものが違うものだったと。そういうことなんでしょうかね。これは、アイリスさんに話を。取り違え。どういうことかな、アイリスちゃん。取り違えというのは。実はね、このバイオリン、あ、ビオラだっけ。先週までハッチの店にあったの、やっぱりな。え、質屋さんにでございますか。え、相棒なのにですか。とりあえずってことでしょ。まあ、いつものことさ。東洋のことわざを知っているだろ、諸君。可愛い子には旅をさせようと言うそうじゃないか。旅をさせたんですね、あなたは。じゃあ、あ、確かに質屋に旅をさせて一回り大きくなって帰ってきたと思ったら、実際に一回り大きくなってきたわけでございますね。うまいこと言うわ、ホームズさん。先週万能解析鏡と、引き換えにこいつを引き出してきたのだが、あの時ハッチめ間違えてこのオンボロをよこしたんだな。こんなポンコツな音で僕の耳がごまかされると思ったら大間違いさ。ごまかされてましたからね、ついさっきまで。耳以外のボロボロはまんまとごまかされたみたいですけどね。ああ、全くね。だから僕が常々言っているように、こういうことがあるから質屋めは信用できないのだよ、ショック。ああ、そうなの？あなたなんか銀行って言ってませんでした？固く信頼を。先ほどは絶対安心な貸金庫とおっしゃっていましたが、コロコロ評価が変わりますね。さあ、何をグズグズしてるんだ、ミスター。なるほど。え、まさか行けと。ぼんやりとトーストをかじってのほんとコーヒーを吸って、この状況でそんな自分を少しは恥ずかしいと思いたまえよ。何を言ってるんですか、まだ朝でしょ。ゆっくりさせてくださいよ。ハチ様の店に向かうのですね、ホームズ様。ええ、そうです、ミスサト。もうこの瞬間、今すぐにね。ああ、思い立ったら行動と。あ、でもまだベーコンとオムレツが。なんだ、この上君はまだ。ぼんやりとベーコンをむさぼり、のほほんとオムレツを味わうつもりか。わかりました、行きますよ。行けばいいんでしょう。大丈夫、また後で温めてあげるからね。ありがとうございます、アイリスさん。ご苦労かけますね。ありがとう、アイリスちゃん。大英帝国の質屋か。ちょっと面白そうだな。まあ、新しい人に会えるっていうのはね、それはそれで。そうか、そうか。じゃあ、向かいましょうか。その例の。あ、ベーカー街も行ける。ハッチの質屋。なるほどね。